3月22日と23日、中区の過去、現在、未来を見つめ直し、新しい歴史や文化の発掘をテーマに、区の魅力と特色を打ち出すイベント、中区まるごと宝島が開催されました。会場の浜松市体育館は、昭和38年に建設され、長年身近なスポーツ施設として市民に親しまれてきましたが、45年の歴史に幕を閉じ、今年3月20日に閉館しました。そんな体育館に市民からの感謝の気持ちを込め、ありがとう、そしてさよなら体育館、みんな集まれ、など様々な催し物が行われました。浜松日本民謡教室連盟によるたこ揚げ音頭の軽やかな踊りや、浜松剣道連盟の中高生による若さあふれる市内の素振りなど、日々体育館で稽古や練習に励んだ皆さんが熱気あふれるパフォーマンスを繰り広げました。体育館メッセージウォールでは、体育館に感謝の気持ちを自由に書き込めるスペースを開設。皆さんが熱心に絵やメッセージを書く姿が印象的でした。パネル展では、体育館とその周辺での数多くの思い出のシーンが飾られました。伝説のレスラー、力道山の生涯最後の試合を映したパネルは、体育館の歴史においても大変貴重な一枚です。また、晴天に恵まれた体育館駐車場では、黒煙名物の味を気軽に楽しめる、黒煙にぎやか物産展が登場。麹峠とちもちなど、佐久間町の名産品や、春野町の鮎の塩焼き、天竜、津軽茶の詰め放題など、黒煙地域の特産品が集結し、絶えずお客さんで賑わっていました。懐かしの学校給食コーナーでは、子供の頃に慣れ親しんだ太麺や揚げパンを販売。昔ながらの素朴な味わいが、お父さん、お母さん世代に大変人気でした。参加型の体験コーナーには、ちびっこが集まりました。オートレース選手が製作したソーラーバイクや、消防士と乗るミニ消防車、風太くんの体験試乗が大好評でした。22日には、隣接するホテルコンコルド浜松で、中区づくりシンポジウム、地域の未来を考えようが開かれました。市のコンクールで表彰された小学生20人による20年後の私と浜松の作文発表が行われました。緑にあふれた街づくりの推進、また特色ある地場産業がさらに栄えて浜松がもっと注目される都市となるよう願った色鮮やかな絵画などが作文に合わせて写されました。続いて浜松出身のボーカリスト鈴木茂子さんや、平成19年度に浜松ゆかりの芸術家顕彰を受賞した画家の鈴木浩二さんらをカメラに招き、小学生の絵画を題材にユニバーサルデザインや環境問題などについてのパネルディスカッションが行われました。スポーツ、遊び、音楽、そしてふるさとの味に出会えた中区まるごと宝島。子どもも大人も楽しみながら歴史と文化に触れられた2日間でした。